皆さんこんにちは。静岡県健康福祉部の後藤です。本日9月17日の新規感染者の方は県内で105名となりました。だいぶ減ってきています。で、1週間の新規感染者の方の合計も818人ということで、一時期4000人ぐらいに達していた8月の下旬に比べますと5分の1まで下がってきています。人口10万人あたりの数値も25というステージ4の基準を下回って22となっており、本当に皆様方の感染対策のおかげというふうに感謝申し上げます。明日からの3連休、明日は雨が降るようですけども、日月にお天気になった場合ですね、お子さんが外出したいよと言われる場合もあると思います。まだ緊急事態宣言中ですので、できる限り外出はお避けいただきたいのですが、どうしても出かけようと思った場合にはご家族でですね、人混みを避けて野や山へですね、あるいは公園とかハイキングやお散歩、あるいはサイクリングといった、そういった外出でリフレッシュをお願いしたいと思います。